こんにちは、デリッシュキッチンです。マーブル生チョコを作ります。チョコレート3枚は細かく刻みましょう。ホワイトチョコレート1枚も細かく刻みます。鍋に生クリーム 100cc のうち 80cc を入れて弱火で熱し、鍋周りに小さな泡が立ってきたら火を止め、チョコレートを加えます。混ぜてチョコレートを溶かしましょう。四角の容器にクッキングシートを敷き、生チョコ液を流し入れます。別の鍋に残りの生クリームを入れて弱火で熱し、鍋周りに小さな泡が立ってきたら火を止めて、ホワイトチョコレートを加えましょう。混ぜてホワイトチョコレートを溶かします。これを生チョコ液の上に間を空けてのせ、竹串などでマーブル模様を作ります。冷蔵庫で30分ほど冷やして固めましょう。固まったらクッキングシートごと取り出し、20等分に切って完成です。材料3つで簡単に作れます。以上、デリッシュキッチンでした。